行くかな。
どこに行こうか。ここに行くぞ。よし。さて。切られたいものからかかってこい。決戦。我々の勝利だ。どこに行こう。ここは私に任せたまえ。決戦。帰ってきたな。やるな。さすがだね。よし、どこ行くかな。よし、ここだ。よいしょ。うわよいしょっと。よいしょっと。よいしょっと。燃えてきた。さあ、逃げるなら今のうちだぜ。熱流奥義召喚天空戦。鉄路線。ガリューのゴール。さて、
白龍の鉄拳。俺たちは最強だ。負けはしねえ。張り切っていきましょう。いただいた。さあ、逃げるなら今のうちだぜ。逃げるなら今のうちだぜ。最強だ。負けはしねえ。よし。
調子です。さすが。よいった黒子。おお。エルザさん、
っか、ここにしよう。
頑張っておるの。何？ほー。大魔党演舞で優勝し、フェアリーテイルはフィオーレ一のギルドに返り咲く。以前のように仕事がいっぱい舞い込むようになり、私たちは忙しい日々を送っていた。ある時、聖天大魔導ホーロットシーケンから氷漬けになった村を助けてほしいという依頼を受ける。村の名は太陽の村。永遠に燃え続ける炎を守護神としている。グレイは村を包む氷を作り変え、夏が消えた炎に火を灯し、なんとか村の人々を助けることができた。しかしこの事件は始まりに過ぎなかったんだ。村を凍らせた犯人はタルタロスという闇ギルド。奴らは恐るべき計画を実行に移そうとしていた。タルタロスのテンペスターが元評議員を襲い、その場に居合わせたラクサスが撃退する。でもテンペスターは自爆し、ラクサスは。ラクサスたちはどうなんだ？無事なのか？なんとか一命は取り留めました。でもかなり魔性粒子に侵されていて、もともと少量の摂取でも命が危険な毒物なんです。完全魔性粒子、確か空気中のエーテルなどを破壊して魔力欠乏症や魔性病を引き起こす。それは魔導士にとっては命取りになる。敵はタルタロス闇ギルドだ。評議員を皆殺しにし、元評議員も襲っている。ラクサスは元評議員の矢島さんをかばって魔性粒子を全部吸い込んじまったらしい。タルタロス、じっちゃん、戦争だ。敵はタルタロス、オラシオン・セイス、グリモア・ハートに並ぶバラム同盟の一角。しかしわしらはその二つを、タルタロスも同じように我々を仲間がやられた。それは実この痛みを、苦しみを闘志と変えて敵を撃て。我らが絆と誇りにかけて家族の敵を駆逐する。タルタロス、目的もわからんが、本部の場所は評議員ですらわからない。一つわかっているのは、狙いは評議員ってことね。現評議員だけでなく元評議員まで狙ってる。だったら元評議員の家に行けば向こうから来るってことじゃねえか。しかし元評議員の住所は人なんで？住所知られたら悪者が報復に来ちゃうでしょ。手詰まりか。いや、そうでもないよ。元評議員の住所は僕が知ってる。なんでロキさんが知ってるんですか？それはね、女ね。私たちの担当は元評議員のミケロさんね。タルタロスが襲ってくる可能性があります。しっかり準備していきましょう。任せたぞ。
が出てくるか。こりゃ手抜けそうにねえな。抜けそうにねえな。させてやる俺の恐怖ギヒー決定流の応答ゴトンスライドギヒー決定流の応答アイスメイクコーンドエクスカイバーさて、アイスメイクフロア関東天輪の鎧サークルストーンいくぞエンタグラムソード
フォトンスライド。さて、アイスメイクツアー、ガリューのキャッカー。行くぞ、ペンタグラムソード、カリューのキャッカー。楽勝楽勝。どこ行くかな。よし、ここだ。次はどこ行くかな。よし、ここだ。何が出てくっかな。やるようだが、相手が悪かったな。行くぞ、行くぞ、行くぞ。ガリルの覚悟せよ。やるがけ。組む回転。行くぞ。ショーの方。アイスメイク。コンドレクタイバー。ハンド。行くぜ。太陽の剣。オーバー。行くぞ。すぐ回転。他の方。武器を収め、勝敗は決した。
けよ中神聖祭。アイスメイクコールドエクスカイバー。ゴーマ鉄路線。アイスメイクコールドエクスカイバー。楽勝楽勝。どこ行くかな。よし、ここだ。さて次は帰ってきたぞ。